開発部署の中でフレックスウェーブというロボット用減速機の開発を担当してるんですけども、新規に開発ですね、高効率のものを作ったりだったりとか、新しい製品に携わって働いているところです。減速機はモーターの回転を力に変える機器です。回転速度を落として、その速度分トルク、回転力、回転する力を上げる機械のイメージです。スマートファクトリー化がどんどん進んでいってます。すべてのこう機器にセンサーが入って、すべての機器が同時にこう通信することによって、効率よく無駄なく工場自体を動かせるというシステムがどんどん今広がっていっているところだと思います。ロボットについても、今弊社 の新規で製品出しているスマートフレックスウェーブっていうのがあるんですけど、超薄型のセンサーをこう内蔵することによって、人が簡単に押し入れる、こう手で直感的に動かしてあげると、その動きを覚えてやってくれたりします。でかつ人が近くにいても、こうロボットアームがこう当たった時に内蔵しているセンサーで検知して動きを止めたり、そういったことができます。減速機部品内にこうセンサーが入っていて、かつ、それが どの部品にも入っていく、そういうスマートファクトリー化っていうのが今後どんどん進んでいくんじゃないかなというふうに考えています。警備ロボットみたいなのが走ってて、であるとか、あとはファミレスで最近その自動搬送台車が実際に稼働している状況を見て、そういった部分でもそういう精進化ロボット化っていうのが進んできてるんで、そこの延長線上で6軸ロボット、今の共同ロボット等も近い未来には同じような状況になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。自分の子供の時の夢は、なんかドラえもんをみたいなロボットを作れたらみたいな、なんかそのとこから始まってはいます。そこからずっとこうロボット、メカが好きで、現実にこう即した産業用のロボットの部品の設計って面白そうだなっていうので、今また新しいことを、新しい製品に携われたらなって思ってます。はい、自分が思い描いてた仕事に近い、ほぼほぼその仕事ができてるのかなと、はい、ありがたいなと思ってます。スマートフレックスウェーブもそうなんですけど、もともと減速機単体なんで、ガチガチのこうメカ屋さんなんですけど、そこに対してこうセンサーを自前でこう入れれるっていうのは、もちろん研究所もありますし、いろんなグループ会社の知見が集まっているからこそ実現できることであって、なかなか外の業者さんに頼めたりすると時間がかかってしまいます。グループ会社に各専門家がいることによって、製品開発のスピードアップ、クオリティの上昇っていうのにつながっているというふうに感じています。少子化問題に対するアプローチとして、自分がもともとメカ好きっていうのもあったんで、そこからアプローチした時に社会問題解決する、つまり少子化問題に取り組むところに対して、ロボットと人間の共生した未来っていうのを自分で形作れていけたらいいなっていうふうに感じています。少子化による人手不足に対してロボットを普及させていくこと、これによって解決できるというふうに考えています。そのロボットの普及のお手伝いができているというのは、すごい社会貢献の意義を感じています。